今、ナッシュの結構大きなキャンペーンをやってるんですが、もうすぐで、本当にもうすぐで終わっちゃいます。ですから、どうせならば今始めていただいた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、無理にとは本当に申し訳ません。一応ということでした。お忘れないようにということでございます。ありがとうございます。はい、おはようございます。今日は三重県桑名市桑名駅にやってきてるんですが、ここから名古屋まで急行で20数分というところなんですね。で、僕もこれに乗って名古屋行こうと思ったんですけども、今日は6時間ぐらいしか寝なかったから、ちょっとね、なんか体が少し疲れてるみたいなので、休みながら行きたいなと思いまして、この電車の1本あと特急があるんですね。近鉄特急で行こうと思います。次の発車8時22分なんですけれども、こういう券売機で簡単に買うことができるんですが、ちょっと高いんですよね。520円追加で払わなければいけませんから、20分で、まあ払ってもいいんですけど、まあ、JR なんかもっとしますから、まあ、言うほど高くないのかもしれませんが、なんとここにありがたい張り紙がありまして、今日平日なんですが、8月31日までの平日特急列車はなんか料金ちょっと値引きしてくれるみたいですね。それは多分ね、ネット購入すればいいんだと思うんですね。桑名からだな。火の鳥が来ました。あれはね、桑名は止まらないです。通過する割にはポスターとかも出てるんですけど、まあ、乗り換えれば乗れますからね。で、そういう止まらない列車もある割には列車の本数が多く、8時22分の次が、35分、43分、その後も9時1分と頻繁な間隔で来てすごいなと思いますが、次のやつ22分、やっぱビスタカーでしたね。はい、20分で着きます。ネットで座席位置を選択できますが、やっぱり朝の混雑時間ですから結構混んでるみたいですね。並びで空いているところはビスタカーの2階建て席だとないみたい。乗車開始日から3ヶ月となります。でも後ろの方とかだと空いているところもあります。まあ、後ろ遠くなっちゃうけど、まあいいか、ここら辺にしましょうね。割引ができるわ、いいですね。問題なしです。400円で行けます。で、特急が来るみたいです。これかな、違いました。ちょうど同じタイミングで来て、 JR 東海関西本線の方でしたね。ちょっと待ってくると思います。来ました、これがそうです。なんか前照灯がピカピカしてますけど、これはね、カメラの映りの関係で運転手さんが遊んでいるわけではなさそうです。ビスタカーで来ると書いてありましたが、それ前の4両のうちの2両のこの2階建て車両の分の話で、実際には8両編成です。後ろ4両は何が来るのか、だいたい実際に来てみるまでわからないことになりますが、12,700系、結構古いやつが来ましたね。割引キャンペーン中ということなのか、それは関係ないのか、結構大勢乗っていきます。みんな金持ってんな。桑名市民の金持ちぶりにはびっくりですよ。まさかみんなにそんなにバンバン特急に乗り込んでいくとはね。その急行電車とかに行ってもそんな所要時間は変わらないと思うんですけど、乗り込みますと手があります。コロナ時代の前から時代を先取りした近鉄では、手を洗いたい重要にバッチリ対応。ただね、これちょっと水線が近すぎるんですね。だからこの手が ここの口に触れてしまうという問題があるんですけど、もうちょっとね、あと3センチこっちへつけられればまあベストだったんですけど、まあでも本当これよく見てみると、本当にここまでギリギリにしなくてもよかったんじゃないかと思うぐらいですけど、面白いな。それから近鉄名物のおしぼりとよく言われております。おしぼりも取り放題、いや取り放題ではないわ、ごめんなさい、お一人様一本ですよね、分かってますよ。早くも名古屋市の景色が見えています。この辺に 見え始めるんですね。霞んでおります。あそこが名駅、ビルがぐさぐさと並んでいる地下に近鉄名古屋駅もあります。名古屋までノンストップ。急行電車であれば途中、雇みだけ止まるのかな、1箇所だか2箇所だか止まって名古屋まで行くと思います。だから急行でもあんま変わんないんですよね。川を3つまとめて渡ってこれで愛知県へ、その間のところに細い境目がありまして、これでですね、右側が揖斐川で左側が長良川だそうです。もう一発あそこで島みたいなのが浮かんでるんですが、あれを渡ると今度は木曽川になります。そろそろ座席行きましょう、あっという間に着いちゃいますからね。お
今回はあの鉄道本をたくさん書いていることで知られる川島良三さんという方がこの電車のことをサニーカーと呼びまして、なお日様の光が大きな窓からたくさん入ってくるからサニーカーらしいですが、そう呼ばれることが多くなっております旧型車両。もう50年はいかないと思いますが40年以上バンバン使っていると思いますが、座席はこの古いやつを使ってるみたいですね。リニューアルとかされてないみたい。されてないっていうのは語弊がありますかね。生地とかは新しくなってますから。テーブルとかはもう昔のまんまですよこれ。ちょうど木曽川を渡って愛知県に入るところでテーブルの展開も終わりそうです。座席の構造とかは基本的に昔のものなんですけど、2回リニューアルしてるそうです。もう壁とかディスプレイ、電光掲示板とかもどんどん新しく取り付けられています。リクライニングはもう今時珍しいレバー式です。してたみたいですね。110キロが最後、120まで出せるかこの車両は。昔の JR 特急と比べまして前後間隔がちょっと広いので、98センチありまして、でさらにこれ昔の列車の座席にしてはサービスがよく、前の座席のこの下に足が入るようになっています。これがあるかないかだけでもだいぶ違いまして、足が結構楽でした。まあ、今の列車でも大体ありますけれども、窓枠のところにしっかりとした銀の桟がありまして、でそこに何か置く、例えばペットボトルとかスマートフォンとかも置けるようになってますよね。スマートフォンは結果的にだと思いますが、この車両1970年代から使っているそうですので、サニーカーという名前が付くだけあって、大きな窓から太陽の明かりもたくさん入ってきまして、これがカーテンが、お客さんが眩しいということでカーテンみんな閉めてるんですね。この電車12400系というやつなんですけど、その01ってあるので、これがあの製造番号1番のはずです。だから本当に1977年の大昔に作られて46年、すごいですね、使っている一番古いやつということになりそうです。名古屋駅の先端部分はもうこんな感じですからね。毎日そういう珍しいものを見たんですけれども、先頭の部分の顔写真を撮ることはできませんでした。まあまあしょうがないですね、乗れただけよかった。こういう普通の通勤用の電車とかも近鉄はものすごく古いものが結構あるんですね。この右側のやつはそうでもないかな。なんかウィキペディアとか見る限りは50年ぐらいみたいですね。50年とか使い続けている電車がゴロゴロ走っているので、まあ頭おかしくなってくるのが近鉄利用者なのかなと思いますが、近鉄乗ってる方もなんでその古い電車ばっかりいっぱい走りまくってるのびっくりする方多いんじゃないですか。新しい電車もね、特急とかはいっぱいあるんですけど、古い電車の乗り心地が悪いのかって言っても、まあ、意外とそうでもなくて、まあそれはそれでいいんじゃないかとか僕が乗ってる限りは思うところでもあります。じゃあとりあえずこんな感じでどうもありがとうございます。この後ね、奈良に行くんですけど、奈良までは新幹線で行きます。すいません。今ナッシュの結構大きなキャンペーンをやってるんですが、もうすぐで、本当にもうすぐで終わっちゃいます。ですからどうせならば今始めていただいた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、無理にとは本当に申し訳ません。一応ということでした。お忘れないようにということでございます。ありがとうございます。